日本近畿地方大阪府大阪市中央区、方園坂方園坂は、大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は、方園坂1丁目及び、方園坂2丁目。大阪城の南側に位置し、1丁目に、南馬宮跡、2丁目に、国立病院機構大阪医療センターなどがある。上町筋と、中央台2の交点となる、方園坂交差点及び、 阪神高速13号東大阪線の宝縁坂出入口周辺の地域名としても用いられる。近世には大半が大阪城台や京橋口定番の寄り木、同心屋敷地となっており、上町筋沿いが上本町一丁目二丁目、道二丁目の西側が鈴木町と呼ばれ、鈴木町には大阪大館所が置かれていた。明治以降は、 兵部省の所管となり、1879年5月に、宝苑坂町へ改称された。近代には、陸軍用地として利用され、不評第8連隊並びに、不評第37連隊の所在地として知られるようになった。現行の住居表示が実施される1979年までは、本町通南を町域としており、 現在の馬場町と大手前4丁目も、方園坂町に含まれていた。地名の由来には、かつて所在した、法案寺の天下や、上昇坊の改祖である、方園がここに邸宅を構えていたなどの諸説がある。2019年3月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。国立病院機構大阪医療センター大阪府大阪市中央区の町邸、朝一覧人口統計ラボ2019年10月4日閲覧 AB 住民基本台帳人口外国人人口大阪市2019年10月4日閲覧 AB 方園坂の郵便番号日本郵便2019年8月15日閲覧市外局番の一覧総務省2019年6月24日閲覧 AB 平成7年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長,長あざと。総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます